車チャレンジでございます。5、いや89つけてもいいでしょうね。80ぐらいになっちゃうかなって感じですね。でも80もらえる。85もらえます。いやこれはちょっと僕50点ぐらいしかつけられなかったですね。あそこから、うわー、惜しいけどなー。僕ぶっちゃけて今30点やばい。30点俺。ユウさんちょっとお願いします。じゃあよしよしよし。怪我してますから。しかもじゃあそろそろ行っちゃいますか。ではユウさんお願いします。あ、いやもう遅くない？多分なんか試してるね。あ、え、なんすかこれ。あ、これちょっと初速すげえ。なんかスローモーション。ちょっと待って。何あれ、まあ、プロですからね。あれやっぱね、ユウって意外と身長タイプなんだよね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってください。あれあれ？ヘルメット取るか取らないかも全然自由です。あ、本当ですか？はい。あの、帰っていいですか？あの、どうしましたか？いや、なんか、はい、もう前3人が激しすぎて、はい、日和るよね、そら。ちょっと待って、歩いてた？でもあの速さはやっぱすごいってことなんでね、まずね。でもその速度で行かないと、はい、シャッて行かないなって今学びました。はい、ね、お願い一つなんだよ。あれすごかったって言ってくれない？あれはすごかった。これは倒れてはいないんですけど、まあ当たりました。で一番の問題はやっぱ速度なんですよ。探り方と。でも、一途間は一つも倒してないですから。そうです、はい、プロですよ。そうです。でもちょっとスピードがだ、これに関してはちょっとそうですね、多分おじいちゃんの方が速いんじゃないかっていう歩きの速度だと。競技速度出せばいいですか？いやいや、できるんですけど。出せばいいですかじゃねえよ。ということではないんですが、ちょっとあまりにも皆さんの反応が笑いに触れちゃってるんですよね。そうですね、すいませんでした。何点なの？何点なのよ。15点です。はい、ありがとうございます。コーミンさんは今ぐらいの速度ででも全然構わないですからね。ハマっただけです。大丈夫かな。はい、大丈夫大丈夫。じゃあスピード出しすぎず、はい、もうゆっくりゆっくり来てブレーキ止まるぐらいの一回練習で。あ、でもそんなまさんのやっぱ普段バイク乗ってるから多分前から大丈夫。バイクの方が、はい、バイクの方が、うん、そりゃそう。いやいやいや、多分大丈夫だと思う。かぶってきます。じゃあちょっとよし、ちょっと頑張ってください。やべえ、俺涙出た、マジで。いや、俺ちょっと待って。ユウ、マジで俺腹痛えよ。ユウスケさんもすごい。腹痛えよ、今の。ユウスケさんすごい点数なんで。うん、今エンジンかけた。あ、そっからで大丈夫です。うん、では、頑張れ！ホーミンさん、お願いします。初カートです。バイクは乗っていますが、カートは初めて。結構なスピードで来ましたよ。うわー、惜しい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 、めちゃくちゃ惜しい。うわー、うわー、惜しい、惜しい、惜しい。どうでしたか？いや、楽しいですね。めっちゃ失敗しましたけど。まずユウさんスピード結構出してましたね。僕より出てますね。それ本当に出てんのよ。いや本当に出てる。いやいや、でもこれはもう得点としてはもうヨシさんは軽く超えてますから。うん、何点？いや、70はでも上げていいですよ。おお、いやでも70はあると思う。俺もあると思う。初めて、やった、はい、うん、そして、いよいよ師匠の出番ですか。あ、まあ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 、師匠、はい、いいところをやっぱり。そうですね、70点は上ですよ、はい、見てて。このままだとレオナデモだから1位俺になっちゃうから、はいはい、ああ、そうですね、そうですね。頼む、はい、頼むよ。そっか。では、ヒカルさん、お願いします。え、なんかさ、すごいスピードとかで来そうじゃない？いや、来ると思うよ。多分、結構手前からスピンさせてるんだよ。あ、結構スピード出てるよ。これ出てる。結構スピード出てるよ。これ出てるぞ。さあ、こっからどうやって入っていくか。うわー、やっぱ消えてきたな。惜しい、惜しい、惜しかったよ。マジで惜しい。どうやって入っていくか。うわー、どう
くか。うわやっぱ決めてきたな。いやどうでしたか、やってみて改めて。いやいや、なんか大したことなかったですね。大したことないですか、はい、やっぱり、はい、まあ、2台分ですもんね、はい、大したことなかったです。後ろのお二方、何かこうどうですか、なんか言いたいことがあるんであれば。杉原CEO は、僕はいいんです、アマチュアですし。あ、じゃあもう結構です。僕はいいんですって言ったんだ。早かった。僕はいいんですって言ったんだ、はい、倒れてはいるんですけど、いやこれは91。あ、ありがとうございます。倒したのに、倒したのに、倒したのに、倒したのにな。あの、もう一回やっていいですか。なんでお前がやるね。失敗したら坊主にします。え、何それ、何それ。で普通こういうのってなんか僕ら企画したね人たちから出てくるもんじゃないですか、うん、ちゃんとサラこれ使って自己発信だからね。これ誰も俺この人に坊主になってくれって言ってないからね。最近ねコンプラの問題大変なんだよ、うん、みたいなね。ヒカルさんお願いいたします。エキストラチャレンジ、自ら坊主を発信した。なんでだよ、日本で唯一の男でしょうね。いや早い、ある程度結構なスピードで来てますよ。頑張れ。倒さないでやれなきゃ無理だぞ。倒さないで、いや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 、ちょっと待って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 、駐車だった、綺麗な駐車だった。いやこれ入ったでしょ。いやお前、お前これはひどい。お前趣旨勘違いすんなよ。怖かったんだよ。倒さないで、いや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 、倒さないで、いや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 、これは聞きます。4人の、まあ、ゆうすけさん、うん、あるなしで言ったらないよ、ないよ、ないですね、はい、よしさんはないです、ね、ないですね、褒めてほしいな、はい、しょ、いやもう坊主ですよ、これは。師匠、師匠がやっぱり言いました。どうでしたか今の坊主、坊主か坊主じゃないか。ちょっと坊主か、ちょっと坊主か。一番いいね、ほら。ハゲろと、ハゲてこい、ちょい坊主です。もうなんか企画ね、あれですけど、1位は光るってことで。 ありがとうございます。まず1位は1位、はい、ただこっからやっぱりちょっと皆さんぶつかりすぎてますので、誰が、まあ、ちょっと本当の意味での最下位かっていうのはちゃんと決めた方がいいなですよね。しかもプレゼント企画ですもんね、はい、うん、なので、まあ、この2人です。最下位の点数取ってるって誰。この2人や、次どうなるんだろうみたいな。この2人や。じゃあお二方です。うん、お二方で、まあ、ちょっとマシンを条件としてはマシン選べます。あっちにあるドリフトしないマシンか、こっちにあるドリフトするマシン、どっちでもいいです。でもドリフトしないマシンで速度上げた方が楽しくないですか、見てて。でも綺麗に入ってる絵は一つも一つは取れてないんで。確かに、まあ、今のなんか駐車しかないですもんね。じゃああれで勝負しようや。オッケー、じゃあ行こう。あれはやりましょうか。じゃあ、はい、何でしょう。50点の人は合格なんですか。いやなんかここのメンバーはすごい十分伝わってくるんですけど、はい、なんだろう、中間層。いやこれ、まあ、ヒカルさんも自分から発信して坊主になりますみたいな感じで言ったじゃないですか。逆に自分から発信してもらいましょう。その最下位争いに入っていくか入っていかないか、ヨシさんどうします。入りますよ。まあそうだな、こう言われたら入るしかないもんな。自分から発信しましたよね。しました、しました。おし、そんな3人の水の前で、ま、負けるわけないし。じゃあ負けた時のプレゼントですけども、はい、やっぱり視聴者さんにということで、なんかちょっと用意します、僕は。モータースポーツ系の、はい、モータースポーツ関連のなんか、はい、で、まあ、じゃあゴルフ関連のものを、ゴルフ関連用意します。モビリティ、モビリティ、モビ一番 3D プリンター、3D プリンター、3D プリンター応募しよう。わかりました、応募しようか。もう 3D プリンターやったら俺も応募しよう。じゃあ考えてては3人の皆さん、はい、よろしくお願いします。最初はグーじゃんけん、はい、じゃあ最後で、いや違う違う、最後で勝った人が、うん、決めてないもん。じゃあもう子供は最後、最初はグーじゃんけん、やってくださいよ。はい、よいしょ。皆さんは2番。終わった。まずはプレゼントは誰になるのか、スギちゃんお願いします。なんかこっちの方が良さそうなんだよね。全然いいわ、速度も出るし。で今ちょうど雨が止んできました。いい感じに進んできて、中に入っで、いや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 、あれあ、1人2回生でしたっけ。2回生、え、まあでもこれで2回やったら2回生だよね。まあ、ちなみに言うと、あれ見て僕も不安になりました今。
なったよね。今のでスピン全然しないじゃんってなった。2回目です。うわうわうわじゃあまずは今のはよかった、今のはよかった、今のはよかった、今のは完璧。ただ、まあ、ただ、まあ、2回やったんです。まあ、ゆうさん、2回やってます。2回やってます。なので、はい、2回やっていいことでしょうか。2回やってますので、まあ、芸術点だけで言ったら、まずそこ、まあ、10点ぐらいはマイナスかなと。うん、90点はつけさせてもらいます。ピタッと入ってます。これちょっとごめん、今のでちょっと分かんなくなったのは、はい、2回やったっていうところで限定されてるから、はい、1回でやるよって話なんで、ね、まあ、そうだよね。99点とかも全然。うん、なるほど、はい。じゃあ、次行こうか。しゃあ、いや、うまかった。いや、うまかった。では、ヨシさんお願いします。ヨシさんの1回目です。1回で決めちまえ。1回で決めたら、ここで、あそうだな、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 あれが儀式、あれ儀式ってことですね。同じとこじゃなかったっか。お願いします。デジャブかと思った。2回目で決めれたらね、2回目でどこまで奥入れているか、どこまで奥いけるか。あー、これはこれはちょっと、これはダメだね。どこまで奥いけるか。あー、これはいけるか。あー、これは、いやー、これはちょっと、まあゆうさん次走りますけど、うん、これはさすがに僕もちょっと大きな点数はつけれないかなと。一回ちょっと点数聞いてからいきますね。これは先ほどまあね、ゆうさん50点僕つけましたけど、その50点は僕低いっすね。これは、これはさすがにまあつけれて35です。お、とりあえずでも一発で決めれるように頑張ります。おお、まあ、2回はないと思って。うん、そう、2回はないよ、うん、では最後、金丸優選手お願いします。ちょっと遅くないですか。スピードは調整してるか。でも早いぞ、早いぞ、むずい。金丸さん、ちょっと待って、これ何点、ちょっと待って、これどっちなの。もう1回いきますか。あ、そうか、もう1回あるのか。もちろん限定はもう分かった上でいきますね。はい、いきます。もう一回行きますか。もう一回行きます。まあ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 、行くか。それでは、これあるよ。2回目お願いします。よし、湯持ってっかんな。スピード、うわー、結構すごいスピードで来てるさ。ピタッと止めれるか。うわー、これは、うわ、入った。これはうまい。すごいスピードで来てるさ。ピタッと止めれるか。うわー、すごいスピードで来てるさ。ピタッと止めれるか。うわー、これは、まあもちろんちょっと、ね、点数だけまずは多分気になるところではありますので。そうですね。ただ条件としてはやっぱりまず1回目も倒れてました。はい、でそれでなおかつ2回目に行きました。あ、僕もあの辺でしたよね。いや、違います。あれ、あの、あなたはなんかもう陥没したような状態で。なんか同じぐらいのところで止まって。いや、違います。それで今ゆうさんの場合は最後ピタッと収まりかければもちろんだったんですけど、ちょっと倒れてますので、それを考慮した上で点数つけさせてもらうとすれば45点ですね。おー、ということで厳しい。35点のヨシさんが最下位となりました。これ拍手なんだっけ。何プレゼントしますか、皆さんに。 3D プリンター行きましょうか。いや、ドライビングシミュレーターとかどうですか。え、ガチやん。思ったよりでかかった。身内やめてください。身内の人たちやめてください。まあ一応じゃあ視聴者の方はそういうふうにしましたけど、ちょ、当初は最初、まあ1位の人に何かもあげていくっていうことをもう言ってたんですけど、それに関してはどうしますか。あ、1位の人に、あ、ヨさんが作ってくれたあの F1 の 3D プリンターみたいな前1個いただいたんですけど、はい、あれちょっと僕欲しいんですよね。欲しいって言ってますけど、あれ倍の大きさの作って、お、欲しい、それ欲しい、倍の大きさ欲しい、欲しい、わかりました。えー、マジっすか。 3D プリントせない F1、 それでもちょっと嬉しい、それ欲しい、それ嬉しいやつ、あ、欲しい。どうですか、最後エンディングは、はい、もみさんが走ってくる絵を見て
みんなで終わると。ああいいですね。さっきのあのめちゃくちゃ難しいドリフトショーあんな風に綺麗に扱えたんであれば、はいはい、きっとこれは相当うまいはず。うん。一応。やっちゃおう。一応。やっちゃおう。スピード出した方がいいんですよね。出した方がいい。出してもう今の言うような感じで言ってほしい。師匠は教えてあげてください。はい、うん。ちょっと待って。それではお願いいたします。総民さん。行きます。頑張れ。さあこのね。どうなる？いやうまいよこれ。うまいね。普通にすごいスピードできてるね。うわー、もう一回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 、いや、いけそうだね。あれ、これ90点あるぞ。あるある。ちょっと今のね、アニさんの感じを1回目と似てた。おぉ、結構アニさんと打てるかも。うん、2回目ね。ほら、うわー、いけます。お願いします。マジかよ。めちゃうまい、めちゃうまいよ。うわうわおい、すごい。ちょっとだけだけど。すげえ。いや全く触ってない。すごいよ。全く触ってない。うわあ！うわあ！うわあ！おい、勝ったよ。これはもう。これは99点、素晴らしいですよ、本当に。これはすごいな。ちょっと僕もびっくりした。ちょっとビビったわよ。やれるかなと思ったけど。ユウの気持ち、ユウいつから変わってやってんだっけ。いや、もうやめました。もうやめたんです。ということで、はい、RTS レーシングで、ぜひあの、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして、新人です、もう素晴らしい、新人。もう新人どころか、ルーキー、大物ルーキーが、この RTS レーシング見つけました。主要ドライバーになってきてる。ということで、改めてホーミーさんありがとうございました。ありがとうございます。よしも今までありがとう。レギュラー交代ですよ。